初めての釣り場で一番意識することは何ですか？一番意識すること、初めての釣り場で初めての魚を釣るね、どうやったらいいの？ね、一番意識するところはそこで、どうやったらいいの？そこです。何すりゃいいの？どうやったらいいの？どこ狙えばいいの？一番意識するのはそれです。まあ、今はインターネットなどというものがあっていろいろこう調べることができるんですが、それでもあのこの間のマハシールなんて、マシールのかなのかマハシールなのかもわからない、ね、現地行ってみんながマシールマシールって言ってるからマシールなのか、いやマシールじゃないマハシールで、あの字で書くとね、だからマハシールマハシールだから歯が小さいの、あのインド人が言っておりました。だから、マハシール、まあまあ、だからだって字書けたらマハシールになるでしょ、ね、だからその名前すら分かんない状況で行って現地着いたら、え、何これトラウトいるんじゃないのこんなとこっていうぐらいの川の流れでね、やり始めたら、あ、何の答えない、まるっきり鮭の釣り方と一緒、っていうところにそこにちょっとミノー系が入ってきて、ミノーでやったら、なんだそれはあの簡単だよね、ただ魚が少ないからそんなに釣れない。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。